ホリプロコムのお笑いゲーム実況。どうも、磁石でございます。ねえ、長澤さん、今日も頑張っていきましょう。ボーダーの数数えてんだろうが、今ボーダーの数を何本あるか数えてんだろうが、数えてる途中でしょうが。北の国から見たら数え終わったら教えていただければ。どう、引き続き。もう数えました。あ、何本でした？85本でした。85本でした。皆さん、正解者の中からですね、1名様に、現金5万円差し上げます。85本もないだろ、どう考えてもどう見てもないだろう。85本も正解は、喉やっちゃう、これやばい。出ました、長澤さんのギャグ、喉やっちゃう。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。なのかな。はい、今日もね、いろいろやっていきたいんですけども、はい、もちろん本日もマイクラでございます。ただ、今回ですね、マイクラのちょっと会議をしようかなと思いまして、で、まあもちろんね、我々だけではございません。おお、あと2人、ホリプロですか？ホリプロです。来たな、ついに。はい、じゃあお呼びしたいと思います。さとみ、さとみ。あ、さとみでしょ。さとみ、この方々です、どうぞ。さとみ、どうも。あ、はい、どうもこんにちは、さとみです。まなかです。マーチングシーズです、よろしくお願いします。さとみとまなかになっちゃったけど、マスコです、お願いします。そこは、はい、あのマーチングフィッシューズでーすって来てくれた方が、はい、わーいって言えるから。あー、間違いない。元気に来てくれれば助かるんだけど。あー、ね、さとみですって言われたから。いや、確かにそうなのかな。そうでしょ。可能性は否めない。思っちゃう、思っちゃう。最後で、マジのさとみちゃんがこう変装してね、ちょっとひげつけて、振り幅半端なくらいのかなとか思っちゃうから、目元は似てるし、ね、似てるよく言われるんだよね。すいません、田中さんね、はい、この4人で、マイクラのね、はい、会議をしたいと思います。会議。おお、まあ、いろいろ今までやってきましたけれども、はい、しました。この先、はい、どうしていこう。いや、もう更新会議、会議室でやるよ。その光景をこう、そこを見せるの？お笑いゲーム実況、この先どうしていこうという会議をですね。はい、そんな重い会議。そんな重い会議。斬新する会議を流す、そういうことやった方がいい。我々がやってるそのマインクラフトを、はい、今後どうするか、なるほど、あとどういうことやりたいみたいな会議を、今から行いたいと思います。はい、やった。さあ、それではですね、はい、早速、会議の方を始めたいと思います。はい、ちょっとね、長澤さんの後ろにあのホワイトボード、ございますので、はい、こちらでですね、ちょっと、うん、あの今後のマインクラフトについて、我々が何をしていくか、それをね、みんなで話し合っていければなと思いますけれども。に、はい、ほうほうほう、分かったよ。何さ、そう、まあ、ほうそう、分かったよ。あれ、よっ、わーい、ジャパニーズピーポー。お前もジャパニーズピーポー。さあ、ということでね、マインクラフト、はい、まあいろいろやってきましたが、ちょっとですね、次回からというか、はい、何をしていくかの会議なんですけども、はい、まあちょうどね、まあスタッフさんからも、ちょっとね、アドバイスありまして、まあちょうど2020年が東京オリンピックが行われるということで、ちょっとね、そこにかけて、引っ掛けて、おもてなし、文字数ちょっと多かった。今でしょ。そっちなんだ。振り捨てるかと思ったら。同時期早ちゃうんです。林の方でしょ。一緒になっちゃう。同時期早ちゃうんです。ね。流行りを混ぜる。もう進めていきますよ。何だよ。だから2020年東京オリンピックだから、ちょっとまあそのマインクラフトの世界でもね、はい、ちょっとその東京オリンピック開催された時のなんかその、はい、景観景色なりをね、ちょっと作ってみようじゃないか。なるほど、うん、スポット的な。そうそうそう、あ、まあ観光名所とかどういうのがあるか。東京を作るってことね。そう、東京を作ってしまおう。あ、なるほど、ちっちゃい東京を作っちゃう、マインクラフトで。そうそうそう、なるほど。世田谷みたいな前作ったの、ね、そう、世田谷作りましたけど、でも実際あれも作ってないから。世田谷らしいもん、もっとあれでしょ、はい、その名所でしょ。そうですね、あ、観光名所とか。そうそう、豊洲とか。あー、なるほど、豊洲、豊洲。まあでもね、あの辺で行われるから、まあその辺に、まあだから
架空のあれでもいいかもね。こういうのがあったらいいんじゃないかみたいなのでもいいかも、ね、なるほどね。なるほど、うん、だからその2020年の未来予想図をマインクラフト内で作っていこうかなと思って。なるほど、未来予想図を。さあまず何からですかね。まず中心となるものを何にするかですかね。あとメインですね。あーそうなってくるとやっぱり、まあ、やっぱりオリンピックって言ってますから、やっぱそのスポーツに関係するようなもの。うん、丸書いてね。あ、おお。五輪。はい、五輪。ああ。うん。できました、ね。これは作りますかじゃあ。まあでも五輪はどっかにあった方がいいかもね。そうですね。うん。まずこれは分かりやすくオリンピックですからね。はい。はい、うん、さああとは何か、うん、ありますか。まあやっぱり高い建物あった方がいいと思うんですよね。うん？高い建物。高い建物。だスカイツリー。うん。うん。それはおってことは？象か。象。なるほど。象。象とね。象です。象です。なんかの。まあ象もいてもいいかもね。あ、そうですね。その外国からのねお客様が、あ、象いるじゃん。あ、なりますね。象、豚もいるじゃん。豚もいるじゃん。ってなる。東京には象と豚がいるじゃないか。うん、いいですね。いいですね。ね、お子さんは楽しいかもしれない。あ、いいですね。はい、ね、その次に来るのがね、なんだこれは。はい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 、はい、なるほどね、うん、ニワトリがいるじゃないかって話ですよね。これはニワトリなんですかね。はい、ニワトリ。ニワトリになりました。ニワトリになりました、ね、なりました。ハトサボレみたいな、はい、この3頭メインに作っていく感じですか。さあですね、マジっすか。違うよ。なんで使わないんだよ。動物園だろ。ああ、上野動物園があるでしょ。上野動物園がね、名所ではあります。マインクラフトは中に、動物たちがいるから、豚はもうすでに目撃情報もありますから。そういうのを囲って、動物園を作るわけよ。なるほどね。牛もいましたし。牛もいるし。そうですね。牛もいるしね。そうそう、うん。ゾンビとかもいるじゃない。そうですね。全員じゃ、待って、檻に打ち込んで。そうそう。檻に入れて、動物園を作る。なるほど。いいですね。上野動物園。なるほど。じゃあ、動物園。マインクラフトね。動物園。まあやっぱり薄いなぁ、カスカスの、カスカスの、うちも汚いし動物園絶対俺のは10枚率先として書けず丁寧に書いてあ、いいか、いい、いい。あ、なるほど。そんなそんな、あぁ、あぁ、まあでも、こそうそう、見やすい、うん、見やすい。もうカメラ越し的にもちょうど見やすいですね。そう、うん、カメラ越しで言うとね、ちょっとね、光ってあの真ん中の動物園消滅してるんだよ。あ、消滅、上のね、はい、上の動物園、上の動物園、上の動物園、はい、なるほど、これは大事です、はい、作るの。さあ、他何ですかね。僕、高いの、東京タワー作りましょうよ、うん、やっぱり。だからまずスカイツリーじゃん。スカイツリー、そう、俺さっき言いかけた、そう、スカイツリーとかがいいんじゃない。うん、今一番高いから、うん、消しましたね。そうですね。これわけわかんない。動物園。ちなみに、あの、なんかやっぱマインクラフトの世界でも雲があるじゃないですか。うん、なんでスカイツリーもその突き抜けるぐらいの高いもの作っちゃっていいんじゃないかな。うん、なるほどね。リアルにそこバッと作りましょう。あとはね、議事堂。あ、議事堂ですね。議事堂。議事堂さんですね。議事堂。いいですね、議事堂。あと東京といえば。東京といえば。あれじゃないですか。まあ浅草とか、ね、そうですね、うん、雷門、うん、あー雷門ですよ、はい、いいね、外国人大人気、いいね、ボケこそしないけど彼いいね。大義としてはね、そう、的確に進行しております。まあ別になって字書きに額が出てんじゃねえかよ。これはでもね、あれですよ、やっぱその架空の世界ですから、別に東京に縛られることもないのかなと思うんですよね。日本っていうでかい国で、なんかその、他の県の名所とかもギュッと集めて、その、マインクラフトの世界に、なるほど。なるほど。送り込んでもいいんじゃないかなと思います、ね。平等院報道とかじゃないですか。うん、でもそういうのとかでもいいと思います、ね。だから、ちょっと、マインクラフトの世界には海もあるから。海もある。あ、そうですね。宮島とか。宮島。あ、いいっすね。宮島とか、遠いのがあるところですね。日本三景。日本三景をね。はいはいはい。はね。いいじゃないですか。書けよ、宮島とか。宮島。友達みたいに濃くなる。ミヤミヤって宮島で秋で秋の秋の生徒会長決めるんじゃないか。宮島くん一票。秋の宮島、秋の宮島やると思ったよ。もう一番いいやつだったのに。安い芸だよ。宮島これね、安い芸の宮島。安い芸の、いやですね、芸人としては言われたくないですけど。安い芸の宮島の、まあ宮島ということで、人だね、もうこれは人だね、大仏とかね、大仏、なるほど、大仏ね、大仏、
だからあれでいいんじゃないですか、鎌倉の大仏と奈良の大仏。あ、いいっすね。バトル、はい、鎌倉大仏、ね、それを言い出したらもう、もうオリンピックってのはもういろんな国から集まってきてるから、世界中の世界でもいいんじゃないですか。ピラミッド作ったりとか、なるほど。それ言い出したらもう何になっちゃうから、ね、始まりになりますね。まあ日本でいいんじゃないですか、そこは縛るのは、はい、うん、東京限定で基本東京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 東あとは、ね、あとなんだ、あと何がある、マルキュー、マルキュー、あ、渋谷の、渋谷のマルキューですね。だってあのスクランブル交差点なんて観光地だっていうのね、うん、あーそうらしいですね。 あとラーメン二郎とかもいいんじゃない。あーいいですね。結構ガッツリ来たいですもんね、うん、あのラーメン博物館ってことします。二郎も大事、つまりそういうことよ。そういうことか。うん、あーラー博さ、新横浜のね、ラー博、ラー博、はい、確かに。あとは、あとはなんかこういただきましたけど、何もらったの。最初からもらえよ。いやまあここに書いてあるのはまあそうです、浅草寺なり豊島園、あー、アメ横、アメ横、京、皇、京、なんだよ、皇居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 、東京駅、赤レンガ駅、あの庭園は日本庭園みたいなのあるよね、新橋の男だっけ、あれなんだっけ、なんでしたっけ、汐留のあたりにね、あるよね、なんとこで、うん、なんか浜離宮、あ、確かそんなような、あー、浜離宮、浜離宮だから、まあ皇居とかもそうだし、御苑とかもそうだし、あー、そうですね、庭園を作る、まあ、和ですよね、うん、まあ、和は、庭園はそうです、あった方がいいっすよ、庭園、そう、庭園ね、陸義園とかだったっけ、庭園、皇居、皇居、庭園と皇居、もう、もうそろそろさ、あの、漢字ボケしろよ。一生書き続けてる。企画書通そうとしてる。マーチングシーズは何なの。どっちがボケなの。こっち何やってんの。なんで庭園って書いてるの。いや、真面目が、真面目が売りではあるんですよ。真面目が売りなの。はい、もちろん、もう会社入るよ。だってだって、あのボケるとこどんどんボケる。そうだ、はい、デジャムもな、テーマ、はい、国、まあ、靖国神社もやっぱね、いろいろニュースになったりしますから、あれ外国のとこ、面白いの思いついたね。お前のやってんのは、まあ、戦争みたいな、お前のやってんのは、違う違う、その前になって、違う違う、そこはわかんない。そこはそんな嫌いじゃない。はい、生姜みたいにしてるんだけど、靖国なんだよ、これ。あの、額のなさでボケが消えちゃってる。毎回出てんだよな、アホが。ダメなんだよ。こうじゃないでしょ。靖国神社ボケちゃダメなんだよ。そっちもそれもあるし。それもあるし。あの、こ、よくないからね。あれ、これじゃなかったっけ。それじゃないんだよね。うん、ちょっと違う。じゃあ、ちょっとってか、だいぶ違う。だいぶ違うんだよね。そんな簡単じゃねえんだよ。まあまあまあ、でもまあ、まあ、評価してもらえれば。ジンジャーニー。ジンジャーニー。いや違う違う、それはもうジロー、ラーメンジローが。まあ、靖国神社の正しい漢字を今からちょっと長澤さん書いていただけるので。はい、はい、ね。しっかりとしたね。すいませんね、うちの相方が、なんか、額が。まさかの安が書けないっていう。シンプルなミスになりましたけど。で、まあ、靖国神社ね、本当の正解が出ますけどね。はい。おぉ。はい、靖国神社。俺ですよ。ラス。ラス。タツタツ。ダッシュ。どうだろう、ジンジンは分かった。ジンジンは良かったんですけど、神々どっかどっかいた。神々神々二郎。2人とって後半はボケれるんですけど。さあ、そして他ですね、はい、他なんだろうね、街で、その原宿、あ、原宿、クレープ、駅で考えてみます。あ、そうですね、竹下通り、竹下通り、竹下通りとか、まあ池袋とかだったら、なんかちょっと通路みたいな、道路みたいなの作って、はいはい、そうちょっとお家作って、はい、あのゾンビみたいなのいっぱいあるよね、クリーチャーを、はい、いっぱい、あ、クリーチャーを観光客みたいな、そうそうそう、そこをこうね、動かす感じで、うん、そうそうそう、今なんか池袋っておっしゃいました、その、うん、池袋なんか、サンシャイン、サンシャイン、サンシャインありますから、サンシャイン、東急ハンズ、あー、いいですね、あ、秋葉原、秋葉原、秋葉原はまあ日本といえばでしょ、東京といえばでしょ、確かに結構来ますから、ね、秋葉原、
さあ、いやね、まあまあまあ、して、いろいろ出ましたんで、とりあえずここ消さんでいいわ。はい。あ、おお、あ、まず、ああ、なるほど。消して。はい。どこ消しましょうかね。全部だよ。全消して、全消して、全消して。みんな覚えてます？地図書くんだから。はい。まあ大体全部頭に入ってるから大丈夫。ああ、大丈夫。まあ、ある程度ちょっと候補がまとまってきたっぽいんで。でもやっぱ完成図をね、そうですね、どういう風に作るかですね。でもそれはやっぱっぽい感じに作っていかないと、はい、成立しないから、うん、はい、おー、なるほど。こう、ああ、こうなっても山本線が、はいはいはい、うん、まあぐるっと、そうそう、うん、でまあ東京タワーとかもこの辺ピョンってあるでしょ、うん、あー、なるほど。でそれに近いとこに一個ずつ作っていく感じにしますか。そうだね。ドームですね。ドーム。ああ、いいっすね。なんかもうこの段階で見えてきましたね。そうなの。この段階で見えてきましたね。メロンパンみたいな。はい。うん、まあスカイツリー。ああ、いいっすね。ええ。あと。でも浅草寺とか。まあだ要はこの一回じゃ作るってことですね。じゃあ。そうね。路線を。うん。路線を作ってって。うん、そうそう。各停車駅にそのスポット。立てていこう、うん、東京タワーなんか作れんのかね。東京タワー、いや作れますよ。赤と白で、赤と白でできんできます。赤いブロックを作って作っといてよそうっすね、まあ、まあ、そうっすね、まあ、その辺はちょっとまあ僕らに任せてくれ、はい、うん、まあ、材料俺たち忙しいんだ。そうですね僕たち暇なんだよ。負けないぞ、うん、やかましいわ。タワー、タワー、東京タワー、うん、東京タワー。そしたら遠く行った時もさ、そこ目印に合わせられるし。そうなんですよ、そうなんですよ、それですよ、うん、なるほど。ちゃんと333m で、なるほど、作りました。そうですね、うん、はい、うん、その辺もじゃあ正確にいきましょうか。やった。じゃあ東京タワーからということで。よし、赤いブロック何なんだよずっと困ってらっしゃる。違う、わかんない。だってマーチングミッシーズを、はい、正直さ、まだ何も知らないの。まあ、そうですね。それはあります。ちょっとやってます。まだ何も知らない。だって、知りたくもないし。もうちょっと長くしてください。知ってください。いや、今のところさ、だって最初はさ、俺たちの単独ライブのさ、はい、お着替えを手伝ってくれたり。はい、そうですね。はい、で、マインクラフトこの番組で始まったらさ、ちゃんとマインクラフトしているところしか見てないから。そうですね。そのそうですね、面白いところを一回も見たことない。やっぱやべえ、なんかこうやべえ、そうですね。いや、どういう方々なのか、スタンスというものが伝わらないし、ネタも見たことないし、そうですよ、ね、確かにそうですね、うん、じゃあちょっと後でネタ見てもらってやだよ、お願いします。やだよ。まあ、とりあえずじゃあね、はい、東京タワーを配置して、はい、東京タワーを作るとこから始めたいと思います。はい、はい、はい。さあ、というわけでですね、会議の結果、まずは整地をして、その後東京タワーを作ろうと、いうことになりましたので、はい、早速次回からね、作業の方を進めていきたいと思います。ちょっとね、長澤さんがイライラしてますけれども、大荒れです。次回までに機嫌を直していただいてということで、以上、ホリプロコムのお笑いゲーム実況でした。ありがとうございました。チャンネル登録してね。いいねボタンも押してね。 GM コイン。おい、いいサイト見つけたぞ。なんだいきなり。 GM コインだよ、 GM コイン。 GM コイン経由で 1% キャッシュバック。使い方は簡単。そう、簡単。 GM コイン。